博多人形、竹久夢二。お磯はかわいい博多人形を持っていました。その人形は黒い目とバラ色の方を持った、それはそれはかわいらしい人形でありましたから、お磯はどの人形よりもかわいがっていました。どこへ行く時にもそばを離しませんでした。夜寝る時でさえそーっとそばへ寝かしてやるほどでした。ある日お磯は牧場へつばなを摘みに行きました。やはりいつものように右の手にはお気に入りの人形が抱っこされていました。つばなつばなララララ一枝折っては帯に刺し二枝折っては髪に刺し、つばなが両手にいっぱいになったとき、お磯は人形に言うのでした。あなたはいい子ね。あたしはおててがこんなにいっぱいなんでしょ。ほら、だからここへねんねして待っててちょうだいな。母さんすぐ来ますからね。いいこと。お磯は人形を草の上に寝かしました。柔らかい青い草は本当に気持ちの良い寝床でした。見えたが先に日が暮れて、髪の庄屋が止まろうか、中の庄屋で宿取ろうか、お磯はそう歌いながらつばなを摘んでいるうちに、いつか太陽が落ちてそのあたりが薄暗くなってきました。お磯はびっくりして人形を寝かしておいたところへ来ましたが、どこもかも草だらけで、どこへ人形を置いたやら探しても見つかりません。私の坊や、どこにいる？いくら呼んでも返事がありません。そのうちに太陽はずんずんお山の向こうへ帰ってしまいました。はあ、わあ、ここにいたの、磯ちゃん。さあ、帰りましょう。お家から姉さんが呼びに来たのでした。だって、私のお人形見えないんですもの。お磯はそう言って、姉さんと一緒に探しましたけれど、やはり人形は見つかりませんでした。明日また姉さんと探しに行きましょうね。そしたらお日様が手伝って探してくださるわね。姉さんにそう言われて、お磯も諦めてお家の方へ帰りました。もしかお人形が人飼いに連れて行かれたらどうしましょう。それともお化けが出てきて食べないかしら。お磯はそれが心配でした。けれど人飼いもお化けも連れて行きませんでした。長い草はそよ風に吹かれながらも、人形を誰からも見えないように上手に隠してくれました。だから人形は日が暮れてもじっとそこに寝ていました。日が暮れると一番に出る青い星が森の上へ出てピカピカ光りました。お星さん、
遠くの方で男の子の歌う声がしました。人形はもしや私を連れに来るのかと目をパッチリ開けていましたが、歌の声も遠くへ行ってしまいました。どうなることだろう。人形はもう泣き出しそうになりました。リリ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 、近くの草の中でスズムシが泣き出しました。人形は大喜びで、スズムシさん、私をお嬢さんのとこへ連れて行ってちょうだいなと頼みました。おや、お人形さん、あなた置いてきぼりになったの？でも私お嬢さんのうち知りませんよ。リリ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 と言ってどこかへ飛んで行きました。グララグララ、川の淵でカエルが鳴きました。人形はまたカエルを呼びかけました。カエルさん、まだ夜は明けないの？おいらは知らないね。お日様が出たら聞いてみな。グララグララ、カエルはつっけんどうにそう言ってズボンと川の中へ飛び込みました。人形は泣きながら寂しい夜の明けるのを待っていました。やっと夜が明けて、近くでチョキンチョキンとハサミの音がしました。それは牧場の番人が草を刈りに来たのでした。おじさん、私のお人形見なかって？そう言っているのはお嬢さんの声だと人形は思いました。さあ、わしはまだ見ないが。番人はそう言ってだんだん人形の近くまで買ってきました。早く買ってちょうだいね、おじさん。お嬢さんも人形も気が気ではありません。そのうちに夕べ人形を隠してくれた長い草のとこまで来ると、ひょっくり人形が出てきました。そーら、いたいた。番人が言いました。まあ、あたしの坊や。かわいそうな人形を抱き上げて頬ずりして喜びました。竹久夢二。ある春の朝でした。太陽は今バラ色の雲を分けて小山の上を越えるところでした。小さい子供は白い小さいベッドの中でまだ眠っておりました。大きい大きい、柱にかかった角時計が言いました。大きい大きい、そう言ったけれど、よく眠った太郎は何も聞きませんでした。私が起こしてみましょう。窓に近い木の上にいた小鳥が言いました。坊ちゃんはいつも私に餌をくださるから、私が一つ歌を歌って坊ちゃんを起こしてあげよう。よい子の坊ちゃん、お目覚めか。寝たまに餌しさしに来る。庭にいた小鳥がみんな寄ってきて声をそろえて歌いました。それでも太郎は何にも聞こえないように眠っていました。海の方から吹いてきた南風は
窓のところへ来て言いました。私はこの坊ちゃんをよく知ってますよ。昨日野原で坊ちゃんのタコをあげたのは私だもの。窓から入って坊ちゃんのほっぺたへキスをしておこそう。南風は窓からカーテンをあげて子供の寝室へそーっと入っていった。そして太郎さんの赤い実のような頬や若い草のような髪の毛をそよそよと吹いた。けれど子供は何も知らぬほど深く眠っていました。坊ちゃんは私が夜の明けたのを知らせるのを待ってらっしゃるんだ。庭の隅の鳥小屋からのっそのっそ自信のあるらしい歩調で出てきた音鳥が言いました。誰も私ほど坊ちゃん知ってるものはありませんよ。私はね、これで坊ちゃんに大変ごひいきになってるんでさ。どら、一つ夜明けの歌を歌おう。こっけこっけあどー、東の山から夜が明けた。お目が覚めたらどこ行きやる。大阪天満の橋の下、戦国船に帆をあげて、こっけこっけあどー。音鳥の朝の歌に驚いて親鳥の翼の下に寝ていた黄色いヒナも、軒の下の鳩も、赤い子牛も、牧場の小屋の中へ眠っていた子羊までが目を覚ましました。それでも太郎の目は覚めませんでした。この時、太陽は小山を越えて春の空に高く輝きました。草に結んだ露は夢から覚め、スズランはいち早く朝の鐘を鳴らしました。草も木も太陽の方へ頭を上げて喜びました。太陽はしずしずと森を越え、牧場に光を投げながら太郎の家のお庭の方までやってきました。そして窓のガラスを通して太郎の顔へ美しい光を投げました。すると太郎は可愛い目をパッチリと開けました。母ちゃん、母ちゃん。お母様はすぐに太郎を見に来ました。坊や、お目が覚めたの？誰が坊やを起こしてくれたえ？お母様が聞きました。けれど誰も答えるものはありませんでした。それは太郎も知りませんでしたから。